はい、こんにちは。聞いて学べるウッタムニュース2019年2月14日分です。久しぶりなので緊張しますが、今日もやっていきたいと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。1つ目、大好きな中国の情報を伝えてくれる 36KR ジャパンからです。 iPhone 値下げ方針を発表、中国でのテコ入れ。噛んでしまいました。中国でのテコ入れとなるかというのが2月12日にあるニュースでありました。先月12月29日、アップルのティム・クック CEO は2019年第1四半期決算発表の席で iPhone の価格を見直す方針を発表した。ロイター通信が同日付で伝えたとあります。中国の経済低迷というのもありますし、スマートフォン市場の縮小というものがあり、ゆえに、そして iPhone の値段が高額であるということが理由ゆえに、売れ行きが少し低迷している、そんな情報況となっています。私がツイッターでしたものなんですけれども、以前スマホといえば iPhone、 そしてそれが自分自身のステータスとして持っている人が中国ではたくさんいました。日本の場合は普通に使いやすいので iPhone を使うというのはありますけれども、しかし中国では自分には金がある、力があるというのを見せるために iPhone を持っている人が多くいました。しかし現在では別にアップルの iPhone でなければいけないというわけでなく、ファーウェイのダブルシムであったりとか、高機能で、それでいて iPhone より少し安く、お手頃な価格で買えるという点で、自国のスマホを買う人が増えているようです。この iPhone の値下げ、中国でのテコ入れ、これがどんなふうに変わっていくのか期待されるところです。次も 36KR ジャパンからです。少し日付が古いものなんですけれども、2019年2月8日のニュースで、子どもの早期教育も AI にお任せ、双方向で会話できる AI 学習機に関するものです。子どもの教育、早期教育、そう、できるだけ小さい時に、生まれてすぐに何を教えるかが大きな影響を子どもに与えるというのを聞いたことがあるでしょうか。その助けとして、スマートスピーカーで子どもの教育を充実させる、そんな取り組みが行われているわけです。幼児教育関連のサービスがAI の利用で一層便利になると言えるでしょう。親が一つ一つ教えられたら良いのですけれども、しかし限界があります。健康上のこと、世俗の仕事といったものがありますね。しかしこの AI 搭載のスマートスピーカーにより、子どもの言語面であれ、その他の面であれ、教育を受けられたらいいですね。こんなサービス、世界中に市場がありそうです。注目ですね。次、ギズモードからです。一つの、スマートウォッチに入るのでしょう。このアイテム、ガラミンディボスマート4という名前でしょうか。このアイテムに関することです。最新版のアイテム。2018年9月ですから、5ヶ月ぐらい前に発表されたものでしょうか。このスマートウォッチの素晴らしいところ、現在自分の体がどれだけ HP が残っているのかというのをなんと表示してくれるのです。疲れているのか、まだまだやれるのか、
それをスコア化できるのです。体力を0から100でスコア化するボディバッテリーというもの、興味深いですね。これ以上やると倒れてしまう、そんな状況でも止めてくれる。可視化されることにより、あ、休まないといけないなと思わされる、そんなスマートウォッチです。こんなのがあったらいいなと思ったので、興味のある方はぜひ購入してみるといいでしょう。次、 36KR ジャパンにあったものです。また 36KR ジャパンです。2月13日にあったビッグデータ分析を大衆化する、アナリスクに関することでしょうか。データをもっと使えるようになるというものです。この情報からも分かるように、ビッグデータ、何でも小さいもので大きいものであれ、データを分析し経営に利用するというのは重要となっています。 Apple、Amazon、Facebook、Google といったものも利用者の状況を分析してそれをサービスに生かしています。もっともっとデータを有効利用できたらいいなという点で、これも今後世界中でビッグデータを分析しそれを大衆化する、そんな状況になれば無駄が省かれていきそうですね。私の大好きなバウンシーからです。酔っ払った暴漢も逮捕する、ケイナイツコップ社の頼もしいロボコップというニュースです。見た目が掃除機が大きくなったような、そんな風に見えますね。タイヤがついていて走れます。これで警察官の人数を減らし、これを街中に、空港で、スーパーマーケットで配置することにより、危険とか危ないことが起きそうな時に警察を呼んでくれたり、サイレンを鳴らしたりといったことをしてくれます。この新しいロボットからも分かるように、今後は全て警察官でもなくてロボットが監視しセーブしてくれるのではないかというふうに感じます。これが世界中に広まると安全がもっと広がっていくと言えるのかもしれません。次、 IT メディアマーケティングからです。ブレインパッド、 AI による簡単広告自動化ツール、これは何て言うんでしょうかね、FUSE Lights を提供開始という点です。これがここにも書いてあるように、ブレインパッドは長年のデータ活用の知見や AI 技術を集約し、インターネット広告分野における新たな自社開発 AI ソリューションを発表したというふうにあります。なので簡単に広告を載せることができる、それも AI に助けてもらって行えるという点です。ここから分かることが、今以上に広告を出したいなと思ったらすぐにできる、そんな時代が来るという点です。ネットキャン環境があるだけでどこでも働ける世界が広がっていきそうです。広告業ますます動画、音声、もちろん文章、ウェブサイト内に広告が載せられるようになるので、僕のように場所にとらわれずに働く人にはプラスとなりそうです。なんとこの広告設定、スマホだけで1分でできるようです。面白いですね。次です。 Google はが URL がない世界を作ろうとしているという点です。そんなアイデアが出ているという点が、 WIRED
ウィート、すみません、なんて読むのかわからないです。このサイトからわかります。まあ、確かに URL ってとっても長いですよね。短くする、シンプルにする、または他のものにするっていうのがなんで起きていないんだろうと不思議に思います。まあ、その点が Google でなんとか変化していくのかもしれません。興味深いですね。私はネット環境で、ネットを通して働いているので、こんなサービス、状況、興味深いです。まあ、Google さんにお金をもらっている身として注目したい点です。ハーフポストからです。次は、1000億円でモンストに次ぐ新規事業をミクシーを成長に導く戦略部門の挑戦という記事がありました。このミクシー自体も成功し、まあ、モンストが、まあ、世界的に今も遊ばれて利用されていますね。それを、まあ、1000億円を使って新規事業を作ろうという試みです。成功したからもう嫌ではなくて、新しいことを始めるこんな精神、ぜひ習いたいと思います。挑戦する理由がユーザーに驚きを届け続けることという点で、どんなことをミクシーがしていくのか注目したいと思います。ハフィントンポストからでした。まとめです。今日のウッタムニュース、いかがでしたでしょうか。私自身一番興味あったのは、ちょっと画像が一つしかありませんでしたけれども、Google が URL をなくしたものを作ろうとしているという点でした。ネット上のサービスとか仕組みというものは基本は変わりませんが、少しずつ変化していっています。今後どうなっていくのか注目したいと思います。一層利用しやすく、シンプルになっていくことを望みますね。こんなテクノロジーに関することをお伝えし続けたいと思います。話し方の点でまだまだ不十分がありますけれども、引き続きご視聴よろしくお願いします。ウッタムチャンネル、ウッタムニュースがいいなと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。